ドジャースが現地時間10月25日、日本時間26日、本拠地でヤンキースとのワールドシリーズ第1戦で延長10回、フリーマンの逆転サヨナラ満塁弾でサヨナラ勝ちを収めた。1番、DH で先発出場の大谷翔平は5打数1安打の成績だった。大谷も試合後の NHKBS1 のインタビューで最高のホームランで最高の勝ち方と興奮していた。 ヤンキースの先発は昨季のサイ・ヤング賞右腕のゲリット・コール。大谷は初回の第1打席は初球から打って中継へ大きな打球を放ったが、中飛に倒れた。3回自死の第2打席は空振り三振。1、2で迎えた6回虫二塁の第3打席は同点の後期だったが夕頃に倒れた。1、2で迎えた8回一死の第4打席は3番手のトミー・ケンリーから右翼フェンス直撃の二塁打を放ち、 二塁種のエラーで三塁まで到達。ベンチに向かっておたけびを上げこぶすると、その後、ムーキー・ベッツの儀比で本類に生還し、2対2の同点となった。しかし、延長10回に入り、ヤンキースはジャズ・チザム・ジュニア。がニ等、三等を決めるなどチャンスを拡大。アンソニー・ボルペは夕頃だったが、その間に本類を突いて勝ち越し点を奪われた。